皆様こんにちは、秋元由紀です。さて今回の企画なんですけれども、質問コーナーをやっていきたいなと思います。幼少期にすでに性格化を目指されたのでしょうか？性格化を志すにあたり目標というか憧れた性格化はありましたか？では次の質問いきたいと思います。星野志保様からいただきました。発声のための運動は何をされていますか、とのことです。ありがとうございます。はい、今私ちょうど運動に凝っておりまして、毎日やっているのがスクワット、プランク、それから肺活量を鍛えるための運動、それから柔軟のためのストレッチをやっています。まず、スクワットっていうのは、足腰を鍛える運動ですよね。やってらっしゃる方もいっぱいいると思うんですけれども、結構すごいゆっくりのスピードでスクワットを100回以上毎日やってます。あとはプランクって言って、腕立て伏せのような状態のまま長い時間そのまま体勢をキープする、これとってもきついんですけど全身に効くらしいのでやっています。あとは肺活量を鍛える運動ですね。声楽家にとってやっぱり肺活量ってとっても重要になってきますし、私も自分で鍛えなきゃと思っているので、私の友達の方に教えていただいたんですけど、パワーピーズっていうアスリートの方々が使ってる肺活量を鍛える器具がありまして、でこれで毎日鍛えています。どうやって使うかというと、ここの部分を口で挟んで息を吸って吐いていくっていうものなんですけど、この吸う時にここのメモリみたいなところをね、こう右とか左にぐるぐるって回すと、この息を吸う時の空気の圧力を変えられるんです。で、私はこれを使うのは初めてなんですけど、アスリート用のなんか上級者向けのものをいきなり買いまして、いきなり圧がすごいところから始めてます。いつかはね、この圧力が一番上のレベルに到達するまで使い込んでいきたいなと思っております。そしてストレッチですね。このストレッチっていうのも私はすごく大事だと思っていて、なんでかというと、もともと私体が硬いんですけど、やっぱりオペラとかで動くとき本当に体が柔らかくないと怪我をしちゃうし、体が柔らかいことで損をすることは一つもないので、ストレッチを毎日やっています。最近は特に足が硬いので、このふくらはぎを伸ばすストレッチを毎日やっています、ということでした。そして最後の質問です。ガッキークニ様からいただきました。ありがとうございます。なぜ文部科学省は学校教材用の小科の新曲を作らないのでしょうか、という質問です。私もなんでかなと思って、ちょっといろいろインターネットで調べてみました。そしたらね、小科についてより分かったんですけれども、現在文部省小科と呼ばれているものが、明治の43年から昭和19年にかけて当時の文部省によって編纂された、当時の尋常小学校、小学校から高校の音楽の教科書に載っていた楽曲のことを文部省小科というそうです。ピンとくる方も多いと思うんですけれども、ちょうど戦争の時期と被っていますよね。で、この時期作られた文部省小科っていうのは全て新曲でした。それは文部省が当時の作詞家そして作曲家に高額な報酬を支払って依頼してその曲を作ってもらってたんですね。で、その高額な報酬を支払う代わりに一切その方たちの名前は公表されないし、その楽曲作りに関わったっていうことを一切口外してはいけないという取り決めがあったそうです。そして戦後、昭和22年になって学校教育法が作られた時に、その時に小科を作った作詞者そして作曲者の名前が公開されるようになりました。なので今の時代、教科書とかに載っている作曲家とか作詞家の名前はその当時の教科書には一切載っていませんでした。
そして、まあ、今歌われなくなっている小歌とかもきっとあると思うんですけれども、内容がやっぱりちょっと戦争に関わるものが多かったと思います。ということで、小歌って何ぞやというと、その時代に文部省がお金を払って作らせた曲のことを小歌と言います。なので今の時代にそういうことはまずありえませんよね。なので今その小歌というジャンルの曲は作れないですよね。でも今の学校の教科書に載っている音楽が昔小歌と言われていたものだと思っていただければいいのではないかなと思います。私も今回自分で調べてみてとても勉強になりました。なんとなく小歌ってね言うけど何だったんだろうっていう謎が解けた。はい、ということで今回初めての企画を行ってみたんですけれども、いかがだったでしょうか。私にもとっても勉強になることも多かったですし、皆様にもお楽しみいただけましたら幸いです。好評でしたらまたこういう感じの質問コーナーをたびたび設けていこうかなと思っております。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。